おたけ、なんともなかったんだな。ん？俺か？ま、見ての通り、こっちも一応問題なしだ。強いて問題を探すとしたら、ノキアのやつかな。資金には刺激強すぎたはずだぜ。ま、ほとんど自業自得だけど。にしてもあの化け物、初めて見たぜ。なんとなく噂には聞いてたけどよ、他のデータを捕食する危ねえプログラムがあるってな。あの後運営に問い合わせてみたんだが、知らぬ存ぜぬの一点張りだ。どう考えたって不自然だと思わないか。あんなもん運営が気づいてないはずないだろ。どうにも気になるんだよな。ちっとばかし本腰入れて調べてみっかな。少なくとも公式のイベントや底辺ハッカーの悪ふざけってんじゃなさそうだ。ん？俺がハッカーかどうかって？まあそれはなんつうかあれだな、うん、まああれだわ。あっと、俺約束があったんだった。そんじゃまあ行くわ。またそのうちな。
お前こんなところで何やってるんだよ。おふくろさんとこ行ったんじゃねえの。海外、あーなんつう国だっけ。なあさくら、どこだっけ。そうだね、群馬。ば、絶対ちげえよ。つうかそれ外国じゃねえよ、日本だよ。そうだね。たく、最近ずっとこの調子だよ。なんか地味犬にハマったらしくてよ。四六時中地味犬地味犬うるさかったと思ったら、今度はこんなだよ。家じゃずーっと地味犬の PV 見てるらしいしよ。さすがに心配だぜ。つうかお前だよお前。海外行かずに何やってんだ。で、電脳探偵？なんだそりゃ。なんかすげえ熱くなる響きだな、電脳探偵。なあさくら、聞いたかよ、こいつ電脳探偵になったってよ。おい、おいってば。サワサワ。今ならいけると思ったんだ。つうかお前地味犬知ってんの。バンドだよバンド。なんか最近地味に売れてんだぜ。何がいいんだか俺にはさっぱりわかんねえけど、まあ曲はそこそこ良かったりするけどよ。とにかくお前が電脳探偵になって学校サボりまくってるってことは分かった。送別会したのにな、俺泣いちゃったのにな。けどこれからもお前に会えるならいっかな、さくら。まあそういうこった。先頃目撃された君の姿も大した騒ぎには発展しなかったようだな。その様子ならば君も大手を振って街を歩けるだろう。ところで話は変わるが、君に新しいエデンアカウントを用意した。現在君のアカウントはエデンネットワーク上で正しく認識されていない状態だ。そのため通常手続きでエデンにログインできない。コネクトジャンプで侵入できるとしても不正なアカウント扱いではまともにサービスを利用できない。そのような状態では職務にも差し障る。今後は用意した新規アカウントでログインしたまえ。さて、そろそろ時間だな。
仕事の時間だよ、助手くん。あの、クレミ探偵事務所はこちらでしょうか。約束した時刻通りか。ふん、なかなか優秀な依頼人のようだ。ようこそクレミ探偵事務所へ。どうぞお入りください。失礼します。あなたは。おお、君たちは知り合いか。いえ、知り合いというほどでは。ふん、まあいいでしょう。依頼人の山科優子さんですね。はい、私が山科優子です。では依頼内容を伺いましょう。そちらのソファーへおかけください。はい。父が、私の父が消えてしまいました。消えたとは？行方不明になってしまったんです。探偵さんには消えてしまった父、山科誠を探し出してほしいんです。うん、お父様に関する情報はありますか？はい、父の基本的な情報はこちらに。データを送ります。ですが、その中で手がかりになりそうなのは、父が使っていたエデンのアカウント情報くらいで。アカウント情報を問い合わせると現在もアクティブな状態なんです。でも呼びかけても応答しない。全く反応がありません。父を見つけ出してください。わかりました、お引き受けしましょう。よろしくお願いします。ではすぐに調査を開始しましょう。進展があればお知らせします。連絡先を教えていただけますか。いえ、その必要はありません。しばらくしたらまた来ます。それではこれで失礼します。なるほどな。山科誠のアカウント情報が確認できた。結論から言えば、このアカウントは何者かに乗っ取られている可能性が高い。アカウントの動きに不自然な点が多々見受けられる。同時に複数の山科誠がエデン内をかっ歩していたりな。最近巷をにぎわしているアカウント狩りに間違いない。君にはまず現在もアクティブな山科誠のアカウントの追跡から始めてもらう。アカウントの乗っ取りは往々にして組織的な犯行であることが多い。エデンで聞き込み調査をすればアカウント狩りに関する情報が何かしら得られるだろう。出番だ、ワトソン君。エデンへ赴き、聞き込み調査をしてきたまえ。
you
Thank you.